自己紹介の方お願いします。楓ちゃんです。背番号は7番です。日本選手権近づいてきましたが、実感の方湧いてきましたか？まあ少しずつ湧いてきましたけど、まだそんなに湧いていません。今回7年ぶりとなりますが、以前のチームとの変化というのはありますか？若手中心になってきたので、元気と勢いが昔のチームとは違うかなと思います。今回の相手日立となりましたが、日大がここは勝っているなっていうところありますか？ズバリ若さです。ありがとうございます。